初雪草は、東大草か東大草族の一年草。和名は、夏の夏季になると、頂部の葉が白く縁取られてよく目立ち、その姿を雪をかぶった様子に例えたものである。干渉用に栽培される。排状花剰、ハテクサ竹は30センチメートル最大1メートルほど。茎は直立して、上部で、股状に分子し、葉は丸みを帯びた、頂大型で、無柄。 炭鉱緑色である。7月から8月になると、上部の葉がやや密集して葉園が白くなり、株全体が緑と白のコントラストに美しく彩られる。同じ頃に開花期を迎え、それぞれ極端に退化した芽花1個に、小花数個が集合して双方に包まれた、坂月城下樹と呼ばれる、東大草族に、特有の花を三形状に咲かせるが、花は小さくて、 干渉価値は低く、もっぱら葉を楽しむ。花の後に果手を結び、9月頃に劣化して、白黄色の種子を飛散させ繁殖する。他の東大草属と同様、茎や葉の切り口から出る白い乳液には、毒性があり、肌に付着するとかぶれることがある。唯一の園芸品種として、氷河がある。基本種に比べて、ブチの入りが深く、着色も早く、花壇に、 集団で育てると美しく、また切り花にも良い。北アメリカ大陸ミネソタコロラドテキサス原産。ヨーロッパには1747年に紹介され、日本には江戸時代末期の1860年頃に持ち込まれた。現在では、路地栽培のリーフプランツや、切り花用として広く栽培されている。種小名マル丸ナタは、延片のあるの意で、葉の白い複輪に由来する。 和名では別称として峰の雪とも呼ばれ、英名はスノー・オン・ザ・マウンテン。中国名では銀変水と呼ばれる。花言葉は好奇心など。ありがとうございます。